ウィース。引き続きトップランカーズの、イノシティグルーヴの撮影現場からですねジャムズをお送りしてますけれども、今ここにそのトップランカーズのトップに君臨するラッパーライムヘッドとライムヘッドとですねウジーに UZI 入れるのは気合い、ピース気合い入ってるよ。まずライムヘッドからいつぐらいからラップしてんですか？そうだね、日本語をやる前はやはり英語でやってたんで、うん、うん、それを入れるともうだから18ぐらいだから、うん、8年ぐらいになるかな。なんでライムヘッドって名前にしたの？やはりライムがすごい好きだし、なんかそのライムにちなんだ名前にしたいなと思って、ジブラとかといろいろ話してて、結構ジブラがそういう名前つけるのとかうまいんだ。もともとみんなどうやって知り合ったの？もともとは俺とジブラっていうのは元はまあ14歳ぐらいの時なんだけど、あ、そんな前から知ってるんだ。もう10年越しだね。学校は違ったんだけど、その頃やはり学校帰りに渋谷とかでちょっとたまったりするじゃん。そういうのがあってそこで自然に知り合ったんだけど、かっこいい。それから、まあ、ストリートかっこいいっていう感じだね。それで宇治さんですけど、宇治さんって変だよね。宇治はなんで宇治なの？俺は富士山だから宇治なんだよね。宇治っていうのは俺の本名、宇治、そう、宇治広、宇治広、そう、本名宇治、そう、宇治 UZI、 それはマシンガン9ミリだぜ。東京に漂う深い霧を切り裂く俺の口、9ミリ。かっこいい。なんかさ、私個人的に思うんだけど、宇治ってさ、顔 BDR に似てない？言われる言われる。よくね、向こうから来たラッパーにも、お、BDR 似てるよとか言われる。違う、BDR が俺に似てんだよね。俺は宇治。そう、これは俺のトレードマーク。宇治のハーク。イエー、うまく。すごいね、さすがラッパーだね。なんかもうインタビューする前にこうフリースタイルって感じですけど、やっぱ気持ちいいんだ、フリースタイルやってる方が。気持ちいいね。ライム韻を踏むってことはクソ気持ちいいよ。ニコニコするリコなでしこ、一個二個三個。さっきからですね、ずっと韻踏みまくってる宇治にいつからラップやってるかちょっと聞いてみましょうね。ラップは3年ぐらい。そう、うん、そんだけなの。3年だけど、しねえのは観念よくわかんないね、勘弁もしねえ、うん、日々鍛錬。決してしない断念。そうそう、思わせない断念。おお、宇治はみんなとどうやって知り合ってトップランカーズに入ったんですか？R ホールでギドラのライブが3年、うん、キングギドラのライブが3年ぐらい前にあるときに、その時ちょうどその場にいて、すごいみんなと話して、結構そのライブにクソやられちゃって、やっぱ次のその日までは日本語ラップクソバカにしてたんだけど、気づいたら次の日からはジブラの家に毎日いて今に至るよ。じゃあその時は全然ラップやったことなかったんだ。そう、日本語ラップマジバカにしてて、で英語のラップをちょっとこう歌詞カードでも読んで一緒に歌ったりとかしてたぐらい、うん、でそれからこう自分で書き始めたりもしたんだ。そう、ジブラン家に行くようになって俺はラッパーの道が始まり、この快感を味わい、半端ねえぜ、イエー。すげー、日々鍛錬ということだそうです。 We'll be back。